久保さん、回答ありがとうございます。まあ、早速ね、いいアイデアが思いついたんですけど、まあ、近々ね、アドバンスコースを売ろうと思ってたんですけど、特典として入れますね。<laughs> まあとは、まあ、販売前に、まあ、企画としてやりますよ。はい、企画としてもやって、to do でそれを入れるっていうね。要はその、なんだ。 よくドラマが始まりますよとか映画が始まりますよってなった場合番宣活動芸能人の方するじゃないですか,だかあんなイメージでまあ一つのテーマをセッションしながらその中に番宣の、うん、入れられるだから億万長者シリーズです億万長者合宿の本編ですよねだから億万長者合宿の本編みたいなねあのここで宣伝できるよみたいなのをドリアカとドリアカのアドバンスコースだったりとか ま、本コースですね。ここにちょっと入れようかなと。はい。ありがとうございます。<laughs> セールスポイントがまた一つ増えましたね。まあ、インフォトップの号外広告とか、一発でまあ30万とかね。昔、川島さんの号外広告、何回もやってましたけど、二十一発で20万とかね。あとは、マグマグの、一番高いので一発で70万ですね。投資系のリストに対して。 まあ、それが22年番宣できるよみたいなね <laughs>。まあ、そこまで僕は数ないので、あれですけど、ただ、期間と、期間はめちゃくちゃあると <laughs>。だアクセスが少なくても、ちょっと上昇するよっていうね、なんだ、得点ですよね <laughs>。まあ、少なくても熟、まあ、久保さんもそうだと思いますけど、僕もそうですけど、熟成より、 発信力ありますよね。<laughs> それ自信ありませんずっと続けられる自信と、えー、発信していく自信というか。だからまあ、5年後、10年後、20年後、僕と久保さんがどういうふうなあ感じになってるかわからないですけど、もしアカウントが維持されてるんであるならば、まあ少なくても、まあ新規のお客さんもずっと集客、 まあ少ないかもしれないけどできてるし、まあ流動は、アクセス流動はずっとありますよね。うん。なんで、これメリットとしていいんじゃないですかね。うん。Facebook 広告もね、あのお金かかりますし。でも僕の媒体で番宣するのには0円みたいなね。22年。<laughs> これいいっすね。22年間番宣が無料みたいな。広告費ゼロでできますよみたいなね。 まあその代わりアクセスはね、上昇はするけど、100万回回すこととかは無理だと。まあそれは事前に言っときますけどね。うん。はい。まあということで今回はね、交渉力ですかね。交渉力。うん。まああの、久保さんがっか塾のこと言ってる中で、その交渉力っていうのももう塾入る入門の一つだよみたいな。ビジネスをやる上で、やっぱその、 交渉していくっていうのは、僕自身も今まで、鹿児島で独立しても、ね、今年の10月で5年になりますけど、あのー、交渉しまくってました。しまくってた、しまくってたかっていうと、うん、そうだな。まあ、ジョイントですよね。まあ、実際、久保さんにも交渉しましたからね。<laughs> 久保さん、久保さんにも4回ぐらい交渉してね。 セミナーとか合宿をやりましたしね。うん。そう。で、結局それを形にして、久保さんのセミナー映像をずっと売りまくりましたから。ありがとうございます。でも、久保さんからすると、まあ、ノーギャランティーだけども、久保て、僕の、僕が商品を売れば売るほど、久保さんの宣伝になるっていうね。<laughs> そうですよね、久保さんって。 僕が久保さんとのセミナー久保さんはねセミナー映像売ってないですから僕がセミナー映像売れば売るほど久保さんの番宣無料でしてるっていうね <laughs> まあ,すあの久保さんから僕に流れるパターンもありますけど僕から久保さんに流れてるパターンも間違いなくありますよねでさらに言うと今科学的にドリームアカデミーは高いですからじゃあ久保さんの即可塾3万円から行ってみようかなっていう人は結構いたと思いますよ多分まあ無料法入ってる人もいるかもしれないですけど だからビジネスやる上で、まあ交渉していくっていうのは、すごい大事なことかなと思いますね。てか、うーん、超大事。うーん。だからまあ、アクセスがないんであるならば、アクセスを集めるために、まあどうすればいいのか。まあ簡単ですよね。交渉すれば。まあその交渉が難しいじゃないですかって言ってる人いるかもしれないですけど、言うことはできません ただこれにビビってるだけだけと思うん,ですよ、ね、単純にこんな私がこんな僕が久保さんと対談して何話せるんだろうとかね吉谷さんと話して何話せるんだろうとか多分それビビりですよねでも言葉として一緒になんか対談してくれませんかっていうことはうん日本語がしゃべれるんだったらまあその暗記しなくてもいいですけどなんかそのい <laughs> ねで原稿用紙に書いて「吉谷さん」 僕と対談してくれませんかっていうのを原稿用紙に書いてそれを読み上げれば誰でも読み上げられるじゃないですか多分小学生でも読み上げることはできますよねどうすか <laughs> で少なくても久保さんと僕に関しては交渉力がなくてもですよ交渉力がなくてもあの器はあるのであのまあそのね熟成さんとかだったら全然いいよって僕も言いますしねもちろん一般の方で全くね、うん、知らない人 関係性が何もない人に関してはそれはお断りするかもしれないですけど塾生さんだと全然やりましょうよってなるだろうしうんそうまあこれはちょっと例外ですけどねうんただ久保さんが前言ってたんですけどなんかそのそのコミュニティに入ってねコミュニティまあ多くの人ってその,そのコミュニティに入るとか塾に入る目的ってノウハウじゃないですか 稼げるノウハウみたいなね。じゃなくて、久保さんは、そのコミュニティに入るメリットとして、そこで番宣ができるっていうね <laughs>。多分、その一つのメリットもあって、えーえーそういう、そういう考え方ですよね。そういう考え方もあ,ある上で買ってた部分もあったと思いますけどね。うんだからその、なんだろうな。今までね、多分、 ビジネスをやったことはないので、まあそういうのを、うん、これからやっていかないといけないと思うんですけど、うん、だやったことがないからやれないではなく、やったことがないからやってみるってことですよね。うん。で、別に断られたとしてもですよ。断られたとしても、別に命取られないですよ。うん。で、僕昔ね、あの、まあ投資の商品売ってたことがありましてね、以前の会社で。 で、ウォール・ウォールストリート・ジャーナルっていうね、あの本をね、出してる、FX とか投資系で本を出してる先生とインタビューをして、先生にインタビューをして、で、そのインタビューした DVD を定期購読で、まあ、配送していくっていうサービスをやってたんですよ。で、当時、その投資部門の子がそれを担当して、インタビューしたりとかして、DVD 作ってたんですけど、辞めたんですよね。辞めて、誰もインタビューする人いなくて、で僕しかいないんですよね。 僕、全くやってないわけですよ。いや、でもね、怖かったっすね。ダイレクトメールね、その本の著者にね、ダイレクトメール送って、<laughs> すみません、こういうお、弊社ではこういう企画してて、もちろん先生のね、本とか、もう番宣させていただきますし、よかったらちょっと対談してくれませんかと。で、それで、ダイレクトメールも何通も打ってね、で、OK が出てね、ビビ、ビビりますよね。 だって、FX とか知らないのに質問していくわけですから。しかもカメラ回ってるわけですよね。で、インタビューなんかやったことないし、怖かったですね。怖かったけど、まあ仕事だからね、やらないといけないんで、やりましたけども、いや、あれはね、ちょっとね、すげえ緊張しましたね。うん。何もやってないんですからね。何もやってない。講座解説すらない。 FX の講座も持ってないの、ね、にインタビューするみたいなね。<laughs> 結構怖かったっすね。うーん。そう。まあでもあれはいい経験になりましたよね。うーん。そう。でも、まあ僕の今の経験から僕は自分で、あ、なんだ、企画持ってって、まあもちろん断られる人は多かったでしょ。だけど、OK してくれる人もいて、実際に対談ができたというところで、あのー、 まあ結局交渉をしなければ何も始まらないし、メール送ってみないと何も始まらないしっていうところで、まあやればできるんだなっていう、まあその結果ですよね。それを人生において得ることができたので、まあ僕はすごく良かったなと、いまだにあの忘れない思い出ですね。だってもう本当に脇汗半端なかったですもん。だって、だって本の著名人、本の先生ですよ。 自分エフェクスの講座解説もない。エフェクスの知識ゼロ。それで、何聞くねみたいなね。何 <laughs> 聞じ,じゃあ、一応ね、質問内容をね、ブラッシュアップして、なんだけど、先生からのこのフィードバック。質問はできるけど、先生から帰ってきたら、まあ、な何話すのって話じゃないですか。だから僕は、あ、そうっすねみたいな。とりあえずうなずくっていう。<laughs> とりあえずが、あ、なるほど。とかね。うなずくっていう技術で何度か乗り越えましたけど。 確かにみたいなね。そうですよねみたいな <laughs>。まあ懐かしい思い出ですけど。まあビジネスやっていくんだったら、まあ交渉していくっていうのはできるようになった方が間違いなくいいですし、うーん、まあ交渉、交渉大事じゃないですか <laughs>。だって僕たちがね、スーパーで買ってるね、スーパーで買ってる。 商品だっったりとかドンキホーテでね買ってる、まあ、この前ねドン・キホーテ行ったらなんかそのバイヤーが頑張りましたみたいなねバイヤー情熱価格みたいなポップ出てたんですけど要はバイヤーがね,ねあの問屋とか分かんないですけどその業,業者と交渉していくらになりませんかっていうのを交渉してそれが並んでるわけじゃないですか分かります <laughs> だから僕たちが買ってるものって誰かが交渉してるんですよ どうすか新しい魚をねその、じゃあスーパーに乗っけたいとなった場合、漁師さんとかね、どっかに交渉して、すみません、こっちに入れてもらえませんかみたいな交渉してるだろうし、<laughs> なんかやっぱね、まあ、ビジネスをやろうと思って、ネットビジネス入る人がやっぱ少ないので、まあ、なんかね、まあ、ちょっと収入増えたらいいなとかね、儲かるのかなみたいな感じで、まあ、そういうねうーん、気持ちで入るんで、僕もそうでしたけど、ただ、 ちゃんとビジネスやって、ちゃんと中長期こう稼ぎ続けるためには、うん、ちゃんとやらないといけないってことですね。当たり前のこと。だって当たり前じゃないですか。僕たちが買っているものって交渉されて目の前にあるんですよ。<laughs> だってそれ仕事ビジネスでやってるわけじゃないですか。うん。だからやっぱね、ビジネスとしてネットビジネスをやると、まあ、稼げるのかなと。ただ、 なんか簡単にやってお金儲かるのかなっていうところでネットビジネスやるとまあ失敗しますよねうんだからほとんど失敗する理由って副業とかなんかちょっとやればお金儲かるのかなみたいな感じで入ってその延長線上でずっと考え方が変わらないってことですでも最初の入り口としてはしょうがないですよ僕自身もそうでしたからそんな最初からビジネスやるんだ起業するんだとかね会社作るんだとかねあの思って僕はネットビジネス始めてないですから パソコン1台で自由にね、月収100万稼げたらいいな、アフレートみたいな感じで、アフレートから最初入りましたけど、ブログアフレートですよね。だからそう、ブログアフレートやるときにビジネスやるんだみたいなね、全くないですよ。ない、ない。<laughs> だけど、やっていく中で、あの、あ、こういう考え方だじゃダメだな、ちゃんとやらないといけないんだなっていうことを学んで、今に至るわけですよ。だからそこをやっぱ学んで改善しない限り、まあ一生儲かる情報を探し続けて終わりになるんじゃないかなと思います。 まあ、ということで、いってらっしゃい。あ、久保さん、あのね、これね、スタンディング、スタンディング、あの、机っつって、このね、ちょっと今、どうすか、これ。こう、電動でね、動くんですよ、久保さん。久保さん、すごくないですか、これ。ほら、動く。 動きますね <laughs>。これねあの、アメリカの Google とかあの、なんだ、えー、と Facebook とか、まあ、国内では楽天とかも導入してるらしいんですけど、立ちながらのデスクっていうね、スタンディングワークみたいなね、これいいですよ、はい。これ新しく取り入れたんで。うん、<laughs> やっぱね、まあいいや。いってらっしゃい。